皆さんこんにちは。個別指導塾キャスター塾長の小林です。笹川です。はい、今回もやってまいりました。またなんか僕が聞かれるということで、もうね最近慣れてきましたよ、いろいろ聞かれることには。はい、最初に笹川くんから、あんまり志望校として進めたくないというか、進めにくいのを聞かれたりして、でこの前寺丸くんに僕の昔の塾選びのことを聞かれて、でまたバトンタッチ笹川くんです、ね、はいはい、そうですね。何ですか今日は。はい、今日はですね、小林さんってもともと総合型選抜だったり、その推薦入試についてあんまりその賛成の立場ではなかったじゃないですか。あ、そうだね。はい、まあ、なんですけどサブちゃん見てるとですね、なんかそういう推薦の戦略とか話してるよなと思いましてもしかして意見変わったのかなと、個人的に思ったんですけど。こっそりやってんなと。はいはいはい、そういうことがまあバレつつあるということですね。はい、バレちゃいました、ね、バレちゃいましたと。はい、まずね、はい、確認です。笹川君が勘違いしてないと思うんだけど、はい、その視聴者の方に勘違いしてほしくないのは、僕何度も何度も言ってるんだけど、その推薦自体の制度ですよね、はやっぱりね、未だにそんなに賛成じゃないです。はい、ただね、その制度を使う人、何にも問題ないよね。まあ、それはそうですよ、ね。1ミリも問題ないし、実際うちの塾の生徒さんでも、毎年、総合型、あと学校推薦型、しかも学校推薦型に公募とかね、指定校あるから、いろいろだけども、それで大学に行った人いるし、全然よかったねって送り出してます。別に犯罪行為してるわけでもないです、当たり前ですよ。当たり前だし、例えばだから、僕が言ってるのは、例えば高速道路で120キロで走っていいよと。僕は、120キロは危なくないって言ってるんですよ。いや、100キロにした方がいいんじゃないみたいな。だけど120キロで OK ってルールにしちゃったから、120キロ走ってる人は別にそんなこと叩いてるわけじゃないですよ、僕は。しょうがない、だってルールはそれだから。まあ、そうはないですよ、ね。ただ、そもそも100キロの方がよくないみたいな、そういう話なので、そこまず勘違いしないでほしいです。はい、ただね、なんでちょこちょこサブチャンネルでお話をしてるかっていうと、やっぱり僕も頑張って一般入試の話を動画にしてるし、これからも塾としては一般入試に力を入れてやっていくつもりなんだけども、言ってもやっぱり総合型とか学校推薦型で受ける人がどん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 増えてるんだよね。はいはいはい。なので、正直そこに関して情報提供したいっていう気持ちがあります、はい、では改めて推薦入試についてその概要を教えていただければと思うんですけども。そうですね、笹川君も分かってるかと思うんですけど、まず総合型選抜、学校推薦型選抜ってこう2つあります、で総合型っていうのがおおよそ昔の AO ですね、で学校推薦型っていうのが昔でいう公募型と、あとは指定校型、それぞれが合体して学校推薦型選抜って呼ばれてます、ただし制度が全部混ざっちゃったわけじゃなくて、学校推薦型選抜括弧公募型とか、学校推薦型選抜括弧指定校型なんていうふうに呼ばれたりします、だから僕から言わせるとね、分かりにくくなってないって感じだね。実態としてはそんなに変わってないような気もしますけど、いやあんま変わってない。あ、ですよね、だから昔の呼び方で、指定校公募 AO と言った方が分かりやすいですよね。まあそうです、そうです。そうだけど、正式名称変わっちゃったんで、そういうふうに僕も言うように努力してますけど、ただ全部まとめてちょっとざっくり推薦って僕は呼ばせてもらっています。その省略が適切じゃないって意見もあると思うんですけど、ちょっとやっぱりもういつもね、なんとか型選抜って言ってると皆さんも聞いててだるいでしょ。まあそうです、そうだからあえて推薦って呼ばせてもらってるんですけど、大きくその、2つ、でさらにちょっと細かくすると合計3つの分類があると、いうことなんですね、で、実は今までとあまり変わってないのは、この3つの中のどれだと思います？これクイズだと思っていいですよ。僕もその推薦入試全然詳しくないんですけども、なんとなくですけども、総合型選抜ですね。あ、なるほどね、答えはですね、指定校型が一番よく変わってないです。あ、そうなんですね、要は内申点、評定平均取って、ある程度絞り値とか書いて、バイタメスとかもありますけど、そういったものがクリアされれば、もちろん100ではないんです。ただ 99.9% 受かるっていうのが、指定校型の学校推薦型選抜ですね、正式に言うと学校推薦型選抜括弧指定校型長いけど、そうなんですよ、でじゃあ公募型とか、旧 AO 総合型選抜は、じゃあ何が変わったのって感じじゃないですか、ぶっちゃけそこの境目が曖昧になってきました、あ、そうなんですね、曖昧になってきました、皆さんのイメージだと、総合型選抜ってなんかこう一芸に秀でてて、でなんかそのすごい特殊能力持ってる、例えばなんか英検1級持ってますとか、なんか数検でなんかすごい高い級持ってますみたいな、子がちょっといわゆるペーパーテストじゃないんだけど、そういうね、特殊技能というか特殊能力を持ってる子が、きちんとやりたいことを考えて出していくっていうイメージじゃないですか、そういうイメージなんですね。で別にそういうことをしている大学もあるんだけど、
ちょっと変わってきてる、はい、一方で公募型の推薦ってどんなイメージかっていうと、はい、いや確かに評定平均だけでは決まらないけど、うん、どっちかというと学校の成績を維持してきたりとか、うん、プラスアルファで例えば英語とか、うん、あとはちょっと部活頑張ってるとか、うん、そういうのが評価されるってイメージあるじゃないですか。はいはい、そうです。でそこの間がだんだん垣根がなくなってきてるんですよ。ああ、そうなんです。そう、例えば総合型なんだけども評定平均が必要ですよってケースもあります、うんうん、逆にその、学校推薦型選抜公募型なんだけれども、うん、評定平均はいりません、うん、その代わり英検取ってくださいみたいなケースもあります、はいはい、もちろん両方ある場合もあります、うん、だからどっちがどっちって正直区別しにくくなってるんですね、うん、ああ、明確な定義がもうなくなってきてるっていうことですよ、ね、そう。だから実際名称としては総合型、はい、で学校推薦型公募型、うん、学校推薦型指定校型ってあるじゃん、はいはい、だけど実態としてはこれはこうなんだけど、うん、ここが混ざってるのね。あ、そうすげえ分かりにくいよね。いや、そうですね、そうっていうことなんですよね、うん、ただ、まあ、こういった中でなんで混ざってきてるのかってことなんですよ、はい、結局これは指定校は大学側からしてもその数字を作るための正直制度といっても過言ではないわけです、うん、はい、で公募とか、総合型も結局年内入試なんでほとんどの場合、はい、まあ、一部ね、あの教室テスト受けてもらいますよっていうような栄養入試もあるけれども、うん、まあ、ほとんどが、年内入試なので、うん、そうすると結局大学側が、ね、その定員を集めたいってことなんですよ。ああ、そういうことですか。そうなんです。なので僕としてはね、はい、別にこういった総合型とか学校推薦型で大学に行くことを否定はしません。使う人のことはディスる気は全くないです、はい、ただね、当然難関大学に行きたいとか、うん、ね、少しでもいい環境を得たいっていう人にとっては僕はやっぱり一般入試でその一般が中心の大学を受験していただくっていうのが僕はいいんじゃないかなって思ってるし、うん、それが人生経験において良いことなんじゃないかと思っているんです、はい、ただね、ただそれはあくまでこのね、小林っておじさんの一人の考えじゃん、うん、実際にはじゃあ総合型やりたいです、公募型で受けたいです、指定校受けたいですって子も世の中にいっぱいいて、うん、でそういう子たちにとって僕のね、その個人的な感情で、ね、動画を撮ってても、はい、まあ、正直別に何もプラスないじゃん。まあそうですよね。そうで、しかも今保護者の方も結構悩んでるわけだ、うん、要はその一般受けるのはいいんですと、はい、いいんですけど併願で総合型受けたいですみたいなテクニカルなやつ、はい、であるのよ実際。これでなしでもないわけこれ、うん、だから実際ねうちの塾に来てくださって、うん、そのちゃんとね、そのまあオンラインだけどね、膝つき合わせて、うん、比喩ですよ、実際オンラインなんだけど膝つき合わせて、うちの子こうでこうでこういう受験戦略がいいんですみたいな、うん、あ、それならこうでこうでとかっていうのはやれるんですよ。ただ動画だと一方通行でしょ。まあ、そうです。そうなると正直、はいはい、まあ、なんていうの、あなたの場合はこう、あなたの場合はこうって言えないんですよ。いや、まあ動画ですからね、そんな一個言えないですよね。そうなの、はい、しかも一般入試ってある程度、はい、テンプレ化できる部分もある、はい、もちろん全部はできないよ。できないけど、例えば数学のこの分野が苦手な子はこういうことした方がいいよとか、うん、英語で例えばね、基礎ができてなければとにかく文法やろうぜってなるじゃん、うん、はい、だけどさ、評定平均じゃあ 3.5 の子に何やれって言えなくない？まあ学校の勉強頑張れぐらいです、ね、そうそう。でもさ、例えば英語ができてるけど、はい、数学ができない子もいるし、はいはい、逆の子もいるし、いや、なんかサブ科目が良くて主要科目が悪い子もいれば逆もいるでしょ、はい、いろんなパターンありますから、ね、そうそう、パターンがありすぎるのよ、はい、ってことは結局やっぱり一人一人に対するそのアドバイスをしていかないと、うん、総合型とか学校推薦型ってアドバイスしにくいんですよ。まあそうですね。そうだけど、なんとか情報を出そうと思って、うん、こっそりサブチャンネルで動画を出させていただいてたということなんです。なるほど、はい、許していただけますか。あ、全然確かに、はい、それ、はい、分かりましたよ、はい、なんで個人的にはですよ、はい、まあ、今後学校推薦型選抜とか総合型選抜を、うん、まあ、狙っていく人も、まあ、増えてくると思う、うん、で僕としては、まあ、制度としてまあね、もうちょっと一般で頑張ってほしいって気持ちもあるけど、もう多分ね、うん、戻れないのよ。まあ二極化が進んでいて、そのどんどん推薦型がメジャーになってきていますからね。で結局大学側が決めることじゃん、はい、で大学側は学生が減れば減るほど確保に躍起になるから、はい、その一般じゃなくて推薦で取っていくじゃん、どん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 、はい、ってことはこのなんかこう流れは止まらないんじゃないかなって思ってる、まあそうね、もちろん例えば一部のね、はい、まあまあ、東京医工とか宮廷とかね、うん、まあ、医学部とか総計とかはまだまだ全部そうなっちゃうってことはないと思うけど、うん、まあ、この流れはなかなか止まらないと思うんですよ、うん、で受ける人には罪がない、はい、正直ね、うん、であればね、だ今後正直僕にどうしようかなって思ってます、はいはい、というのはやっぱりその指定校とか学校推薦型選抜で入るとやっぱ学力が足りないって言われたりもするよ、うん、するけれどもやっぱりまずとにかく受かることが大事ですよ、はい、だって自分の人生がこれから少なくとも4年間決まるし、うん、理系なら6年間決まってくるわけだからね、はい、ってなった時にちょっと逆質問で申し訳ないけど、はい、このメインチャンネルでそういう動画って見たいですかって話です。まあ、でもうちの、その視聴者層を考えると、うん、まあ、そんなに見たい人は多くないかもしれないですけど、
まあ、ただこれから変わってくるかもしれないですよね。そうなんですよ、はい、で別にねどの動画もそうじゃん。例えば、はい、マーチの動画を全員が見てるわけじゃない、はい、東大の動画を全員が見てるわけじゃないじゃないですか、うん、やっぱりその自分が興味あるときに動画を見ていただくって感じなんで、うん、はい、もしかするとそのうちの視聴者の方は一般の人が多いんで、はい、うん、あの総合型とか学校推薦型の話はいらんという人もいるかもしれないけど、はい、もしかしたら一部の人にはあそれ見たかったんですって人もいるかもしれないんで、うん、はい、ちょっとコメント欄で意見ください、はいはい、それ見てちょっとね今後決めたいと思ってます。お、はい、まあ、サブチャンネルは僕一人のねあのほとんどその管理しているので、うん、そうすると、まあ、はっきり言って好き勝手取れるんですけど、うん、メインチャンネルはみんなでね、あ、もちろん責任者は僕ですよ、はい、代表なんで責任者は僕なんですけど、それこそ企画もね佐々木君と話したりとかいろんなことしながら、はい、作っているので、はい、まあ、皆さんのねコメントをみんなで拝見してですね、うん、それで方向性を決めていきたいなっていうふうに思いますね、はい、別にあくまでですよ、あの別にじゃあ総合選抜の動画を週に絶対1本出すとか、うん、そんなには出さないです、うん、はい、ただ例えば月に1本とか、うん、2ヶ月に1本とか、まあまあ多くて月に2本とか、うん、せいぜいそんぐらいです、うん、はい、あくまでだって僕うちの塾は一般ですからね、うん、メインは、はい、なのでそういったところはあの大丈夫です。別に週に3本も4本もそういう動画になっちゃうことはないので、はい、ご安心いただければと思います、はいはい、あとはちょっと皆さんにも聞いてみたいのが、はい、ニーズですね、ニーズ塾としての、はいはい、だから例えば総合型とか、はい、学校推薦型をサポートするような、はい、そのコースとか塾とかって、うん、今ニーズってどれぐらいあるんですか。いやまあ、分かんないじゃん、はい、分かんない、そうだからそれもぜひコメントで欲しいです、はい、例えば、ね、極端に言えばいやキャストダイスでそういうコースが欲しいですって言われたら、うん、まあでもちょっとね僕やっぱり僕はいっぱいやりたいんだよねやりたいんだけど、はい、例えばさ、はい、じゃいいじゃん、例えば、はい、僕はやらないです小林はね、はい、ただ僕が信頼できる塾さんを探してきて、はい、動画に連れてくるとか、うん、ならまあ別にいいよね、まだ、まあ、はい、ちゃんと指導してくれる人を連れてきて紹介するんだったら、はい、まあ、皆さんもそういう塾のことを知ることができていいことだし、はい、僕もいや自分はあくまで一般の人間ですって言ってやりたいことをやれるから、はい、うん、っていうのもあるしね、うん、逆にもしかしたらいやそんな動画いらねえよとかね、いやお前ら一般だけやっとれって話かもしれないし、だその辺も含めてちょっと皆さんの、ね、ご意見を伺いたいですね、うん、はいはい、なんかただのお願い動画みたいになっちゃったそうです、まあ、でもね、はいはい、真実としては、はい、もうね大学入試において半分以上の子たちは、うん、一般使ってないんですよ。もうもはや一般入試ですらないです。一般という言葉がちょっとなんか語弊を生んでるような感じにもしますけど、ね、うん、だから僕ねもうね、はい、名前変えろって思ってるんです、はい、エリート入試だ、お、学力入試、エリート入試、うん、どっちかがいいんじゃない。まあ、確かに その方がこれからの時代はそう、はい、だからガチンコのね、はい、そのね志望流書も何もね標的兵器も関係ない、うん、ガチンコ勝負で勝ち抜いたエリートなんだ、うん、もしくは学力で勝ち取った合格なんだってことで、うん、はい、一般入試じゃなくて、ね、エリート入試とか学力入試って書いた方がいいよね。おエリート入試はなんかちょっとプライドの高さを誇張してるような感じもある。確かにちょっとやめとこう、はい、じゃあ学力入試どう、はい、学力入試ならまあいいかなって思います。学力入試っていうのは僕はね推奨しますよ。そうだからやっぱり皆さんねどっちで行くかは見てる人それぞれだと思うんだけど、うん、別に受ける、ね、人たちは何も悪くないです、はいはい、だから制度としてやっぱり僕はいまだにね、うん、うんってとこは正直ある、はい、うん、ただ実際じゃあ受ける生徒さん目の前にして、うん、いやそんなの受けてもなんて言うわけないじゃん、まあ、そう一応僕も指導者なんでね、はい、そう、 うちの塾の人間も指導者なんでそれは頑張って応援するし、うん、やっていきますよ、はい、そうだからぜひちょっと皆さんの意見ね、まあ、2つですよ、ね、動画として見たいかどうかとか、うん、あとはキャストダイスだったりそういったところで総合型とか推薦のコースみたいなのが欲しいかどうか、うん、ちょっとこの2つぜひ皆さんねコメント欄で教えてもらえればと思う、はい、あとはただとはいってもやっぱメインチャンネルはなるべく一般の企画にしたいと思ってる、うん、だからサブチャンネルでそういう動画はなるべく配信します、うん、なのでもしね知らないよって人がいたら小場所をかっこキャスダイス塾長っていうね、はい、チャンネル登録者そうこの前4万人いったんですよ。 あ、 そうですね、ありがたい、はい、ライブしてましたね、ありがたいね、はい、はい、なのでそういうねチャンネル見てもらえるとちょっとね総型とかがいいよって人は、うん、多分メインよりは絶対情報量が多いんで、はい、まあ、チェックしてみてください。はい、はい、長谷川君の質問には答えられたでしょうか。はい、納得しました、すごい、はい、うん、まあ、でもこれからその一般入試がどんどんそのメジャーじゃなくなって総合型選抜とか増えてくると思うので、うんうん、なのでそれによってそのニーズとかも増えてくるかもしれないですね。そうですね、はい、うん、ただ逆にね、はい、僕個人としてはその滅びゆくね、はい、学力選抜ですよ、一般入試じゃなくて学力入試か、うん、学力入試が滅びきるまで、うん、もうねもう一緒に生徒と一緒に頑張りたいって気持ちもあるよ俺は、うんうんうん、まあもちろんその最後の方になったら多分会社もやっていけなくなるね、例えばさ年間でさ学力入試の人たちがさ、はい、あとなんか300人しかいませんとかなったらさ、いやそれだともう、ね、会社そう潰れてるよね、はい、そう、まあ、だから僕もね一応経営者なんでね、はい、その会社を潰してまでやるかというと難しいけど、うん、でも気持ちとしてはね、うん、本当に最後の一人まで付き合いたいなって気分ですよ、学力入試の子たちにはね、はい、はい、まあ、ちょっとぜひ皆さんのご意見をお待ちしております、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。